よっと。何？私が対応するの意外？アリスがあんなことになったから代理でレジ打ちしてあげるだけよ。早く済ませてよね。この品物ってアリスが見繕ってきたものなんでしょ？よくもまあ短時間でここまで。工房作りが得意だからってチートすぎない？割引も割増もできないのよね。このレジ、アリスの不正禁止の呪いがかかってるからさ。ご注文受けたまわりました。毎度ありがとうございます。しまった、楽しくなってつい文化祭の時の癖が。